第12競争です。 JRA 認定競争東北農政局長賞典第20回ジュニアグランプリ M1 2歳馬の重賞競争は芝 1600m、 今年は14頭です。サンエイフラワー、マリーグレイス、リューの3走、ミラクルジャガー、ノーブルトリトン、リンゾーチャンネル、リューのアイドル、イコライザー、ライズインザノース、リューのロック、オーレリア、ピュアセリニティ、マツリラレーベン、アンビートン。馬場コンディションは良、アンビートン収まりました。スタートしました。今日のメインレースは東北農政局長賞典第20回ジュニアグランプリ M1 です。ピュアセリニティが出てまいりました。うち並んでおりますのはリンゾーチャンネルです。さらにアンビートンも前に行きます。ライズインザノース、その後ろ10番リューのロック、内を進んではマリーグレイスです。中段位置にイコライザーがつけまして、その後ろにはマツリラレーベン、内を進んでおりますのがノーブルトリトンで1コーナー回り切りました。ゴールまで1200を通過。前2頭外目から上がっていきますのはピュアセリニティ12番リード1馬身取っています。2番手6番のリンゾーチャンネル、あと2馬身後ろアンビートン、外目から10番リューのロック、2番のマリーグレイスで2コーナーから向こう上面 1000m を切りました。37秒台半ばのペースです。ライズインザノースが中段位置、その後ろイコライザー、内々を進んでおりますのは5番のノーブルトリトンです。さらに13番マツリラレーベン、ミラクルジャガー、あと1馬身差1番のサンエイフラワー、外並んで11番オーレリア、800を切りました。後方勢ですが3番の竜のシャンソンがつけております。外目から上がっていこうというのが竜のアイドル。先頭からしんがり7馬身ぐらい、第3コーナーカーブ手前、残り600を通過。先頭は12番ピュアセリニティ、ピュアセリニティ先頭ですが、今度は変わってリンゾーチャンネル、先頭は6番リンゾーチャンネルに変わってきた。その外目からアンビートン、さらに10番竜のロック、 3,4 コーナー中間地点、宇宙中進んでイコライザーです。残り400通過、4コーナーカーブ入ります。先頭はリンゾーチャンネル、6番のリンゾーチャンネルで直線構成、リード1馬身、ピュアセリティ盛り返す。ピュアセリティ外からアンビートン、外からグイグイと14番アンビートン、坂を駆け上がってくる。200を通過。先頭はリンゾーチャネル、リンゾーチャネル、リードは2馬身ぐらい、アンビートン、アンビートン、外からマツリラレーベン、あるいはイコライザー、内をついてマリーグレイス、2番手混戦ですが、先頭は6番のリンゾーチャネルだ。6番のリンゾーチャネル快勝合理、リンゾーチャネルです。2番手争いはどうか。ここは固まって13番マツリラレーベン、内イコライザーに間にはアンビートン、リンゾーチャネル快勝。第12レース JRA 認定競争東北農政局長賞典第20回ジュニアグランプリ M1、 勝ちましたのは6番リンゾーチャネルです。2番手争いはここは固まりました。13番のマツリダレーベン、あるいは8番イコライダー、イコライザーがいて間に14番のアンビートン、3頭固まっての2番手争い。2番のマリーグレイス、その後ろ、さらには7番の竜のアイドル、1番のサンエイフラワーでした。勝ちましたのはリンゾーチャネルです。モンテロッソの3区、リンゾーチャネル、ニーカプチョー、川上牧場の生産馬、ジュニアグランプリ M1 を制しています。鞍上は五十嵐冬樹、昨年に続いての勝利。お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定までお捨てになりませんようにご注意ください。コーナー回り切りました。ゴールまで1200を通過。